こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の最強ナイロンジャケットは、これに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ季節が進んで、春になると必要になってくるのが、まあステンカラーコートのような上品なロング丈のアウターだけじゃなくて、もっとサクッと羽織れるようなライトなアウターだと思うんですね。まあそんな時に、やっぱりあると便利なのが、ナイロンジャケット、いわゆるシャカシャカ系のアウターですね。このようなスポーティー でラフに羽織れるものが1枚あるともうめちゃくちゃ便利なんですねもちろん春にもこういったものは使うことができますしそれだけではなくて秋にも使えてなおかつですね旅行ですとかちょっとした外出の際にもコンパクトにまとめてバッグの中に入れておけばいろんな季節に使うことができるのであると間違いのないアイテムの一つなのかなと思っています僕自身もこのジャンルはめちゃくちゃ好きで今までいろんな価格帯のいろんなブランドのものを買ってきました その中で今年ですね、これがもう最強なんじゃないかというものが見つかったので、今回は全力でご紹介をしていきたいなと思っています。早速ご紹介しますが、こちらですね。ノーススフェイスの コンパクトジャケットというアイテムですね。知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、これはですね、バランスのいい一着として、大人の定番的なナイロンジャケットとして、今回僕は取り上げてみたいなというふうに思っています。僕の YouTube チャンネルの中では、これまでナイロン系ジャケット、ソフトシェル、まあ、シャカシャカ系のアウターですね。このあたりは、まあ、いろんなものをご紹介してきました。僕も好きなんでね、どうしてもいろんなものが手元であるわけなんですが、まあ、その中で最も定番的、 ベーシックで使いやすいのはまさにこのアイテムなのかなと思います、まあ、よく出てくるブランドとして個人的に好きなのはアークテリクスというブランドなんですねこちらありますが、まあ、この2つを比較するとちょっとアークテリクスの方がクロート向けですねファッションが好きな方の中ではこの独特のシソチョウですねこのロゴを見ればあアークテリクス着てるなっていうことに気づくんですが一般的な認知度はまだまだそんなに高くはないかなと思いますちなみにアークテリクスは最近 なかなか手に入りづらくて、僕も動画の中でもあんまりですね、紹介できないぐらいですね、まあレアな商品になってきたかなと思っています。そんな中でノースフェイスというのは、まずロゴを見ていただくと、誰もが一発でわかるような知名度の高さを誇っていて、おしゃれ初級者の方から中級者の方まで楽しめるような、そんなブランドの位置づけかなと思います。まあ着ていて気分が上がるというところと、まあおしゃれがちょっと好きな方だったら誰でも知ってるというところ、さらにはダウンなんかも人気シリーズ、 があってバルトロシリーズですとかヌプシですとかこのあたりはおしゃれが好きな男性でもすごくファンが多いので、まあ、ノースペースというブランドの価値というのは非常に高いかなと思うんですねまあそういった意味でノースペースは非常に使いやすいブランドなんですが このノースペースの中にも様々なナイロン系ジャケットがあるので、まあ、どれを選んでいいか分からないという方はもう少なくないかなと思います。そんな中で今回僕はなぜですね、このコンパクトジャケットを選んだのか、このあたりについて実際に着用しながらしっかりと解説をしたいなと思いますし、このアウターをどのようにコーディネートに落とし込んでいけばいいのか、そのあたりも実例を含めて徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、 メンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということで実際に来ていましたがいかがでしょうか なかなかですね、バランスのいい1枚に仕上がってるかなと思ってまして、まずは正面から見ていただきたいんですが、まあ、デザイン的にはかなりオーソドックスですね。木を照らった部分は一切なくて、ミニマルで使いやすいデザインになっています。今回はブラックを選択したわけなんですが、カラー展開たくさんあります。結構オリーブ系の色と迷ったんですが、今回はなるべくベーシックなものをですね、皆さんにご提案したくて、ブラックを購入したわけなんですが、まずは最初の1枚としてはこういったものが使いやすいと思います。シンプルなデザインなんですが、その この中にノースフェイスのロゴですね。この威力が結構でかいかなと思ってまして、まあ、ロゴの位置って通常この胸あたりかなと思うんですが、今回のコンパクトジャケットはちょっと変則的で、溝落ちのちょっと左ぐらいですね。ここについていまして、まあ、ちょっとこのあたりのひねりの効いたロゴの位置というのは個人的にはすごくいいんじゃないのかなと思います。で、横から見てみますとこんな感じですね。まあ、注目していただきたいのは着丈のバランスですね。まあ、いわゆるナイロンジャケットはコンパクトめなものも結構多かったりするんですけども、 こちらはお尻の中間位置ぐらいまでかかるので、やや長めの印象ですね。このあたりは個人的には非常に良いと思っていまして、まあ子供っぽく見えないんですよね。ある程度の長さがあることで、大人でも綺麗に着やすいかなと思います。まあ後ろを見てみるとこんな感じですね。まあ着丈の長さがちゃんとあって、なおかつですね、背中の中央ぐらいにちょっとですね、切り替えがあるんですね。 この辺りもデザイン的な一つのアクセントになっているかなと思います。ちなみにですね、僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですね。ですので普段のサイズ、まあ本当のジャストで言うと S サイズになるんですが、まあ、最近はトレンド性というところを取り入れて、あえてですね、ワンサイズ上げた M サイズを着ることが圧倒的に多いんですね。で、こちらのコンパクトジャケットなんですが、今回 M サイズを購入しました。サイズ感としてはまさにですね、理想的な雰囲気に仕上がっていまして、 ノーススフェイイの本来のナイロンンジャケットトっっって僕はもうちょっとコンパクトだった気がすするんですね、まあ、以前に購入したものなんかも M サイズで買いましたが結構タイトめでこれ S に近いんじゃないかなっていう感じのものが多かったんですがこちらのコンパクトジャケットは少しゆったりめで今の雰囲気にすごく合ってるようなサイズ感なのでま皆さんの通常を選ぶサイズでもいいと思いますしトレンド感を出したいんだったらまあ,あえてちょっとワンサイズぐらい上げるのもいいかなと思うのでま 選びにには注意が必要かななと思いいます本当に今っぽいサイズ感なのでこの辺りがめちゃくちゃ気に入っているポイントですね。なんか名前がコンパクトジャケットなので、もっとサイズ感コンパクトなのかなと思ったんですが、多分これはまあコンパクトに小さく持ち歩けるという意味でのコンパクトという意味合いなのかなと思うんですが、非常にサイズ感がいいかなと思います。あとは素材の質感ですね。この辺りをめちゃくちゃ良くて、こちらはナイロン100%なんですが、いわゆるこうシャカシャカしてたりだとか、硬い感じのナイロンで ななななくてて割とコットンンライイクな自然な風合いのナイロンになってるんですねここがもう最大のポイントだと思ってまして肌触りもいいし見え方も自然なのでいわゆるこうスポーティーに見えすぎないというところが、まあ、非常にバランスがいいかなと思っています僕の持っているナイロンジャケットだとこのあたりのですねアークテリクスのアウターがあるんですがこれはゴアテックスを使用してるんですね、まあ、この素材特有のシャリ感というか硬さというのがですね僕は好きなんですよだけども肌触りいの 可愛いだとか使い勝手の良さで言うとゴアテックスもいいんだけども気軽に使いやすいのはコンパクトジャケットのようなちょっとコットンライクなナイロンかなと思ってましてこれはですね待ち着としては最適な一枚かなと思っていますまあ、ゴリゴリのアウトドアウェアというよりは待ち着に適したような雰囲気になっているのですごくですねバランスのいい仕上がりかなというふうに思っています今はですね前を開けてきているんですが後ほどですね全部閉めた状態もお見せしたいなと思うんですがまあ、いろんなコーディ この後しっかりとお伝えしたいなと思ってるんですが、もう T シャツの上にさらりと着るみたいなスタイルですね。僕は今プリント T シャツの上に着ていますが、まあ、こういったプリントでもいいし、あとは無地の白とかでもちゃんと様になります。まあ、パンツはもう本当にブラックのパンツ合わせてもいいし、まあ、この後お見せしてきますが、本当に様々な色合いに合うんですね。まあ、そういった意味では汎用性が非常に高いアウターだと思いますし、なおかつ価格が僕はちょうどいいと思っていまして、このような シャカシャカ系のアウターって安いものから高いものまで非常に幅が広いんですね。安いものだと GU ですね。これめちゃくちゃよくできていまして先日プレスルームに訪問した際に見ましたが本当にですねコストパフォーマンスが高くてこれで十分なんじゃないのかなと思うんですがその一方で大人の男性が持つのであればある程度ワクワク感だとか高揚感があった方が、まあ、休日の境内としてはすごくありがたいのでそういった意味ではアウトドアブランド ですね ノースフェイス、アークテリクス、パタゴニア、このあたりはすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、ただですね、高いものが多いんですよ。基本的に2万円オーバー、3万円ですとか5万円ぐらいの価格帯のものも多くて、まあ、なかなか買いづらいよねというところがあるんですが、こちらのコンパクトジャケットは1万4000円前後で買うことができるので、割とですね、買いやすい価格帯かなと思います。決して安くはないんですが、頑張れば買えるぐらいなので、このあたりも含めて、まあ、全体のバランスで言うと、 完璧に近いぐらいの仕上がりかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますちなみに上げた状態がどう見えるのかもちょっとだけご紹介させていただきますねはいということで締めてみましたがどうでしょうか またね、見え方が全然変わってくるかなと思うんですね。個人的には締めた感じもなかなかかっこいいかなと思うんですね。まあ、襟周りがしっかりと高さがあるので、この首元のラインがすごく綺麗なのと、まあ、フードのボリューム感とか張り感は正直そんなにある方ではないんですが、決してチープに見える感じではないので、このあたりもまあまあいいと思います。特に首周りのですね、前から見た感じはいいと思いますし、ここに高さがあることで先ほどのように前を開けた時の襟の垂れ方です この辺りにちょっとドレープが出てバランスが良かったりするんですね。この辺りも含めて開けても着れるし、閉めても着れるし、両取りできるというところでは非常にいいバランスになっているかなと思います。この後ですね、このコンパクトジャケットを使ってどのような着こなしが想定できるのか、バリエーションをお見せしてみたいなと思いますので、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。 はい、ということで、早速ですね、いろんなコーディネートをお見せしたいなと思ってるんですが、まあ一番ですね、使いやすくてベーシックなのは、このスタイリングかなと思います。このブラックのコンパクトジャケットに合わせたのは、ブラックのユニクロスマートアンクルパンツですね。まあセンタープレスが効いていて、スラックス調に見えながらも、丈の長さはアンクル丈になっているので、ちょっとボリューム感のあるニューバランススニーカーとも合いやすいですね。まあこのアウター自体がちょっとカジュアルなので、ボトムスで 少し綺麗さを取り入れたようなスタイリングで、まあ、これが大人の男性の中では、まず鉄板のスタイルかなと思います。まあ、今はブラックを合わせてるんですが、グレー系のスマートアンクルパンツでも相性はいいかなと思うので、まあ、どちらでもお好みのもので合わせていただきたいなと思います。このアウターの内側には白のプリント T シャツですね。僕はプリント T シャツが大好きで、自分のブランドでもたくさん作ってるんですが、まあ、このような白系にちょっとしたプリントが入ったものだとか、白無地でもいいと思います。このあたりはお好みで選んでもらうといいかなと思います。 思うんですが、まあ、全身をですね、三色のみで構成しているようなスタイリングで、ベースはブラックですね。上下ブラックでシャープにまとめて、内側はちょっと重たくなりがちなので、ホワイト系でまとめてみました。で、足元はグレーですね。 まニューバランスのスニーカーと結構ノースフェイスのアイテムって相性がいいので今回はこの2つを合わせてみました、まあ、結構ですね色合いがシンプルなので少しスニーカーで今っぽさトレンド感ですとかボリューム感を出すことで少し変化を出したようなスタイリングになっていますこれはまず使い勝手間違いがないかなと思うんですがちょっとカスタマイズするとしたらスマートアンクルパンツじゃなくて従来的な黒スキニーですね このあたりもですね、今ご紹介している YouTuber さんはほぼいないと思います。まあ、旬なアイテムではないんですが、かといってこれが使いづらいかというと、やっぱりですね、MB さんはじめ、もう間違いない選択だと思うんですね。これは本当にですね、一つのレジェンド的なアイテムだと思います。まあ、こういったもので、スッキリめに合わせるのも間違いのない選択なので、まあ、ぜひお手持ちのブラック系のスキニーですとか、まあ、細身のパンツなんかで合わせてもらってもいいかなと思います。まあパンツを セレククトトっっっててて人によって結構どれがドストライクか変わってくるんですねブラック系のちょっと細身がいいか、スマートアンクルパンツのような、大人っぽく見えて、ちょっと今っぽさもあるような、スラック調のものを選ぶか、僕自身だったら正直もっと太くしたいんですよ。タックテーパードパンツだとか、タックワイドパンツだとか、まあノースペースのこのアウター自体が少しゆったいめなので、パンツもワイド感のあるものを合わせるっていうのも非常にバランスがいいかなと思うので、ぜひブラック系のボトムスは、皆さんのお好みのものをですね、選んでいただければ それでは続いて2つ目のコーディネートをご紹介してみたいと思います。 はい、続いて二つ目の着こなしなんですが、個人的にはこの着こなしが好きで、この春こんな感じで着こなしたいなと思ってるんですね。え、ブラックのコンパクトジャケットの下なんですが、これはレイヤードになってまして、白のですね、丸首の T シャツをベースに着て、その上にですね、ブルー系のシャツですね。これが結構トレンドアイテムで、この数年ですね、結構春先にはよく出ているんですね。まあ、本来シャツというのは少し綺麗めなアイテムなので、意外とですね、この のようなナイロン系のジャケットのようなカジュアルなものと合わせてあげると綺麗さとカジュアルさのバランスが取りやすいので結構相性がいいかなと思うんですね。 まあ第一ボタンを開けて白 T をちょっと覗かせながらまあシャツと T シャツそしてナイロンジャケットのですねレイヤードを組むというのは結構旬な着こなしの一つかなと思いますまあ、簡単なのでぜひ皆さんもですね試していただけるとちょっと大人っぽい雰囲気も出しやすいかなと思いますそしてボトムスなんですが先ほどのスマートアンクルパンツは割とスラックス調に見えるようなものの中ではベーシックでタイトな方だと思うんですが今度はちょっとゆとりのあるものを合わせてみましたこちらはグラミチとアーバンリサーチがコラボ ででででやってるるボトムスで色ブラッククに見えるんんすすけど実はダーーーググレーなんです、ねまあ、グレなね系とこのような色で合わせてあげるのもいいと思います。ボトムスが少しゆとりが出るだけで、だいぶですね、今っぽい見え方にもなるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、このようなスタイリングも皆さん試していただきたいなと思います。で、足元なんですが、先ほどニューバランス合わせていましたが、まあ、それもいいんですけども、白系のスニーカーももちろん相性がいいので、 今回はですね、ジャーマントレーナーのホワイトを合わせてみました。まあ、こんな大人っぽいスタイリングでもですね、意外とナイロンジャケットを使えるので、ぜひこちらのコーディネートもお試しいただければなと思っています。 はい、続いての着こなしなんですが、個人的には今年らしくて、この着こなしすごく好きなんですよね。まあ、先ほどまではボトムスが重めで、割とですね、全身ちょっと暗めの色合いだったんですが、今回はボトムスをですね、思い切ってオフホワイトにしてみました。このようにパキッとした白からオフホワイトぐらいのものが、まあ、今季はすごく旬になっていて、なおかつ大人の男性にも清潔感があって似合いやすいんですね。まあ、従来的な 細身の白パンではなくて少しゆとりがあるような白パンとですね合わせてもらうとこのナイロンジャケットめちゃくちゃ相性がいいのでぜひこのようなスタイリング試していただきたいなと思ってるんですが今履いてるのはユニクロの今季のデニムワークパンツというものでこれがめちゃくちゃよくできてるんですよ本当はこれ単品で動画作りたいぐらいだったんですが、まあ、白パンっていうとちょっとハードルの高さを感じる方も少なくないのでちょっとですねあげてはいなかったんですがこれは すごくよくできています。なかなか白パンっていうと汚れやすかったりだとか難易度高く感じる方も少なくないのでだからこそユニクロで気軽にトライしてみるのがいいかなと思うんですがシルエットも細すぎないですし真っ白というよりはオフホワイトで少し黄みがかっているのでこのあたりのこなれた感じなんかもすごくいいですし生地もですねそんなに厚手ではなくてリネもミックスされてる感じが気持ちがいいんですね、まあ、これぐらいのラフな白パンにナイロンジャケットノースフェイスのこれはね めちゃくちゃ相性がいいので、ぜひ皆さん合わせていただきたいなと思います。上半身はですね、ボトムスがホワイトで結構明るめなので、重めに返ってですね、揃えています。内側にはデニムのですね、バンドカラーシャツ。これは僕のブランドのものなんですが、こういったもので、ブラックとインディゴブルーでまとめて、 ボトムスはホワイトでパキッと明るさを出すようなスタイリングですね。これは春らしくてなかなかいいんじゃないのかなと思います。足元は一番最初のですね、ニューバランスのグレー系のスニーカーですね。白パンにブラックのスニーカーとかももちろん合うんですが、まあそれよりもグレーぐらいの色合いで柔らかくボトムスと靴を繋げてあげた方が、ちょっと足長効果もあると思いますし、より自然な見え方になるかなと思うので、まあ、グレー系のスニーカーが一番相性がいいかなと思います。このようなスタイリングは個人的に 的にはすごく使いやすいかなと思うので、旬な着こなしを一つとして皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画では、大人の男性に合う最強のナイロンジャケットとして、ノースフェイスのコンパクトジャケットを皆さんにご紹介させていただきました。このジャンルは、冒頭にも解説した通り、かなりいろんなブランドがあるんですね。一番手頃なところで言うと、GU、ユニクロ、このあたりがあって、完成度も非常に高いので、それで十分じゃないかという方もいらっしゃると思うんですね。だけども、大人の着こなしとしては、気分が上がるかどうかも非常に大切なので、 その中では、ある程度ブランド的な知名度があるといいかなというところで、ノースフェイスですとか、パタゴニアですとか、あとはアークテリクスですね。このあたりのブランドなんかは、アウトドア、スポーツブランドの中では非常にですね、バランスのいいようなアイテムかなと思います。もっと高いものも他には選択肢があるんですが、まあ、全体のバランスを見ると、このノースフェイスのコンパクトジャケット、価格帯とデザインと機能性、この3つのバランスが最も良いものなので、ぜ、ま、ひ、あ、大人の男性もですね、こちらのアイテムチェック 結構してていいいたただきたいなと思っています、まあ、このような形でこちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っています。意外と YouTube を見ていてもトレンド的なアイテムが多くてですね、定番的でベーシックなアイテムってそこまでですね、たくさん紹介されていないんですね。ですので僕のチャンネルでは大人の男性が安心してくれるような定番的でベーシックなアイテム、どんどんお伝えしていきたいなと思っているんですが、まあもう少し中級者向けの今回ご紹介する中では、ノースフェイスよりももうちょっとコアになって くるアークテリクスですとか、ゴールドウィンですとか、あとはアンドワンダーですとか、このあたりのドメスティックブランドですとか、ファッションが好きな方にもですね、楽しんでいただけるようなアイテムに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週に1回はですね、メンバーシップ限定のライブ配信なんかもやってたりしますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段ですね、なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらの 僕の方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムをどんどん解説をしています。僕の方でも1日2回ですね、記事をアップしていまして、まあ僕以外のスタイリストの方もですね、記事を書いてくれていたりだとか、あとはですね、参加者の皆さんも記事を書くことができまして、まあおしゃれが好きな大人の男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。